東の突く国より海を渡りて現れり、若者姫し力未だ知らず、かの身滅ぼすこともかの願い叶えしこともその者勇み立つ時我を求めん、共に荒れ野の道を行かん、待ちて願え開口は我の古よりの定めなり、地より現れし竜が黒雲をいざない、天を覆うも舞い降りし鳳凰、その翼によりて四風を生むがごとく、漆黒の世は広がりしも明星は一つ灿烂と輝く。ワンチャイ、江南街、オンダロー、当李承老師はここに。まずはワンチャイか。Thank you.
旅のお方、一曲聞いていきなされ。天運旅望歌って言って旅人の幸運を祈る曲だよ。お金を入れたらきっといいことあるよ。旦那様、どちらへいらっしゃるので？ああ、ワンチャイという場所を探しています。ワンチャイならあちらでございます。ありがとうございます。さあさあ見てってよ、香港土産になんかどう？これは？さすがセンスいいね。絵柄の家事がいいよね、こうシンプルでさ。これは？お、お兄さん目が高いね。絵柄の家事がいいよね、こうシンプルでさ。いい男は選ぶもんが違うね。ああ、はい毎度。お兄さんいい買い物したね。さすがセンスいいね。ああ。バイダーリー、もう一個ぐらいどうだい？いい男は選ぶもんが違うね。ああ、バイダーリー、もう一個ぐらいどうだい？お、お兄さん目が高いね。ああ、バイダーリー、お兄さんいい買い物したね。さすがセンスいいね。ああ、はい、ありがとうよ。もう一個ぐらいどうだい？ウェルカム、ようこそ香港へ。面白いとこ案内しようか？坊や、一人かい？泊まるとこ世話するよ。観光なら任せてよ、安くしとくからさ。ヘイ、ハンサムボーイ、写真撮ってあげるよ。今写真を撮られたでしょ？え？あれ後で売りに来るわよ。しつこく言ってくるけど、無理に買うことはないから。ああ、はい。気をつけてね。香港には悪い人も大勢いるから。わかりました。もし泊まるところに困ったら、あそこの会員宿泊所に行くといいわ。会員宿泊所？いつでも無料で泊まれるのよ。ご親切にありがとうございます。こちらこそ、船が怖くて泣いてばかりだったこの子によくしていただいて。それじゃあ、どうか気をつけて。さよなら、お兄ちゃん。さよなら。ん？地図か。この辺りの地図か。役に立ちそうだ。
1回5ドルか。面白そうだな。あ、もう少し遊ぶか。へえ、もっと続けてみるか。あ、もう少し遊ぶか。もっと続けてみるか。もう少し遊ぶか。お、もっと続けてみるか。もう少し遊ぶか。ん？もっと続けてみるか。もう少し遊ぶか。へえ、もう少し遊ぶか。お、これは。もっと続けてみるか。へえ、もう少し遊ぶか。お、もう少し遊ぶか。お、もう少し遊ぶか。またか。もっと続けてみるか。へえ、もっと続けてみるか。これは。もう少し遊ぶか。へえ。もっと続けてみるか。もう少し遊ぶか。へえ、もう少し遊ぶか。へえ、もっと続けてみるか。
へえ、もっと続けてみるか。ん？もっと続けてみるか。お、もっと続けてみるか。ん？もう少し遊ぶか。ふん、もっと続けてみるか。ん？もっと続けてみるか。ふん、もう少し遊ぶか。ふん、もう少し遊ぶか。へえ、もう少し遊ぶか。ん？もっと続けてみるか。へえ、もう少し遊ぶか。またか、もっと続けてみるか。ふん、もう少し遊ぶか。あ、もっと続けてみるか。ふん、もう少し遊ぶか。ふん、もっと続けてみるか。ふん、もう少し遊ぶか。ん？もう少し遊ぶか。ふん、もっと続けてみるか。ふん、もっと続けてみるか。ふん、もう少し遊ぶか。ふん、もう少し遊ぶか。へえ、もっと続けてみるか。Thank you.
あ、もっと続けてみるか。やっぱりやめよう。いらっしゃいませ。手相があなたを幸運に導いてくれますよ。券料は1回20ドルです。じゃあお願いします。大きな道が見えます。車がたくさん行き交っています。その先にあなたの求める行き先がありますね。でもあなたの手元からお金が離れていく暗示が。お金が？私に分かるのはここまでです。よかったらまた来てくださいね。あなたの旅にご加護がありますように。ありがとう。この辺りの地図か。これはもう持ってるな。この辺りの地図か。もう持っていたな。ゲゲゲゲ、行け、そこだ。ガッと行けったら。なんだ。ゲゲゲゲ、行け、そこだ。ガッと行けったら。残念だったな。掛け金はいただくぜ。ん？なんだ兄ちゃん。おや？腕っぷし強そうだな。遊んでいかねえか。俺は人を探してるんだ。あいつに勝てば何でも教えてやるぜ。本当か？ああ、掛け金は10ドルだ。どうだ？ああよっしゃ、そうこなくっちゃ。兄ちゃん日本人だろ。名前は？リョウ、葉月リョウだ。葉月リョウか。よし、さあ入った入った。熱血野郎の登場だ。日本からやってきたサムライボーイ葉月リョウ。対戦者はリングを血に染めたメキシコの極悪レスラー、ヒメネス・ガルシア。さあ来いよアミーゴ。手加減しといてやるよ。頼んでない。ふん、言ってろ。ファイトの掛け声で返しだ。じゃあ行くぜ、レディーファイト。さあ残念だったな兄ちゃん。また来いよ、待ってるぜ。いつでもいいぞアミーゴ。すいません。はい。よう兄ちゃん、暇ならアームレスリングやっていきなよ。あいつが相手になるぜ。賭け金は1回10ドル。勝てば10ドルの儲けだ。やっていくかい？ああ、やるよ。よし、決まった。熱血野郎の登場だ。日本からやってきたサムライボーイ葉月リョー。対戦者はリングを血に染めたメキシコの極悪レスラー、ヒメネス・ガルシア。さあ来いよアミーゴ。手加減しといてやるよ。頼んでない。ふん、言ってろ。ファイトの掛け声で返しだ。じゃあ行くぜ、レディー
ファイト。よし。やるじゃねえか。ほら金だ。ここに行きたいんだ。ワンチャイか。ならそこの道をまっすぐ行きな。突き当たりに鳩の餌を売ってるじいさんがいる。鳩の餌？ああ、よく居眠りしてるよ。で、そのじいさんのところを左だ。あとは道なりに行けばワンチャイに行けるぜ。そうか、わかった。ありがとう。そっちこそ、ちゃんと前を見て走ってるのか。あんた日本人だね。ああ。気をつけな。この香港でもたもたしてたら、引き殺されるよ。ワンチャイはどっちだ。え？ワンチャイだ。仕方ないね。ワンチャイはあっちさ。そうか。あんた名前は？リョウ。リョウ。あたいはジョイ。まあ、ぜいぜいひったくりに気をつけな。この辺りの地図か。もう持っていたな。地図を売ってるな。この先の地図か。持っておこう。したくなかったらおとなしくガキを渡しな。どうするつもりだ。てめえには関係ねえよ。そうはいくか。へっ、死にてえらしいぜ。こんなところで死ぬつもりはない。うん、今だ。ずらかれ。くそ。待て。そう、バッグの中には包丁が。すいません。ん？この辺に怪しい奴らが来ませんでしたか？怪しい奴ら？さっきバッグを盗まれたんです。そりゃあ災難だったな。でも俺は見てないぜ。何でもいいんです。情報を教えてもらえませんか？そうだな。それなら毒蛇兄弟にでも聞いたらどうだ。毒蛇兄弟？ああ、連中ならこの辺りの裏事情には詳しいはずだ。わかりました。どうも。毒蛇兄弟ってどこにいるか知りませんか？ああ、
連中ならクイーンズストリートのカユヤにいつもいるよ。すいません。いらっしゃい。毒蛇兄弟ってどんな奴らですか？ろくでなしだよ。ここらで昼間から酒飲んでるのあの兄弟くらいのもんだよ。カユヤの表のテーブル占領しちゃって本当たちが悪いよ。そうですか。すいません。いらっしゃい。カユヤってどこですか？ここを出て右に行けば風海軒ってお店があるから、かゆ屋さんへはそこを左よ。わかりました、ありがとうございます。この先の地図か。これは持ってる。いらないな。すいません。何か？毒蛇兄弟ってどんな奴らですか？誰ですか、その方は？ちょっとしたことでもいいんです。何か心当たりは？地元の人に聞いてみたらいいかもしれませんよ。そうですか、聞いてみます。あの、すいません、ちょっと聞きたいことがあるんですが。兄貴、ガキが何か言ってるぜ。見ねえ顔だな。バッグを盗まれたんです。バッグだ？知らねえな。4人組で1人は子供だったんです。心当たりはないですか？知らねえって言ってんだろ、他で聞きな。待てよ、人に物聞いてただで済むと思ってんのか？せっかくうめえ酒飲んでるところ邪魔されたんだよ。まさかこのまんま帰る気じゃねえだろうな。ああ、兄貴の言う通りだ。それなりの礼ってもんがあんだろ。礼？金だよ、金。断る。なら、てめえにアバディンの礼儀を教えてやるぜ。今日は顔立てといてやるぜ。何遊んでんだよ、あんた。遊んでんじゃない、バッグを盗まれた。そんなことじゃないかと思ったよ。何？どんなすごいやつに盗まれたんだい？4人組で1人は子供だ。子供？あウォンにやられたんだね。知ってるのか？ウォンなら宮廷公園で見かけたよ。向こうさ。わかった。怖いもん知らずだね、まったく。
ここが宮廷公園だな。ちょっといいかな。へい、田中さん。え？ You Japanese でしょ。去年札幌で会ったよ。人違いだ。俺は札幌なんか行ったことがない。おかしいね。Japanese みんな鈴木さん、佐藤さん、田中さんよ。へい。佐藤さん。え？ You Japanese でしょ？去年。人違い。おかしい。Japanese。くそ、どこにいるんだ。あいつだ。あ、やばい。待て、バッグを返せ。知らないよ。これでも食らえ。ふっ、こら、ワン。ワン。何すんだこの野郎。まったく。やかましいぞ。ほら、ワン。あ、ごめん。こっちも食え。待て。誰？ふっ、待て。もっとごめんよ。に何の用だ？バッグを返してもらおう。諦めな！そんなにバッグが大事かよ！バッグを返してもらおう。苦しい。もうやめてよ。悪かったよ。俺がバッグのあるところに連れて行くから。本当だな。こっちだよ。ついてきて。こっち。
バッグはここだよ。ほらよ。くそ、金だけ抜き取ったな。俺じゃないよ。本当だよ。奴らのところへ案内しろ。金はラリーたちが博打で。なんだと？本当だよ。あっという間に使っちゃったんだよ。ごめんなさい。何でもするから勘弁してよ。何でもするんだな。うん。ここに行きたいんだ。俺、ワンチャイのことはあんまり知らないんだ。そうだ、最賃街にある蓬莱旅社の親父に聞いてみなよ。最賃街の蓬莱旅社？あの親父は物知りだからきっと知ってるはずさ。地図を書いてあげるよ。なんか書くもんある？これに書いてくれ。ここを曲がってできたよ。それでわかると思うけどな。そうか。ワンチャイはキングスロードを渡った先だから。じゃあ俺はこれで。まずは蓬莱旅社に行ってみるか。空いてないのか。この先がワンチャイか。蓬莱旅社はこの先だな。行ってみるか。
まだ探してんのかい？またお前か。ふん、取り返したんだ。おう、ねえ、あんた空手やってんでしょ？お前には関係ない。ねえ、あんた泊まるところどうしてんの？それもお前には関係ない。港のビルだったらもう泊まれないよ。ボロくなったから改装するんだってさ。じゃあ野宿でもするさ。やめときなよ。ここは日本とは違うんだよ。寝てる間に襲われるのがオチさ。しょうがないね。いいとこ教えてやるよ。この近くに蓬莱旅社ってホテルがあるんだ。蓬莱旅社、ウォンが行ってたホテルだ。フロントでジョイの紹介って言えば安くしてくれるよ。この道をずっと行ったところさ。そうか。なんならあたいが案内してやろっか。ああちょっと、もう。何グズグズしてんのさ。さっさと入んな。何、あたいの紹介じゃ信用できない？泊まりたいけど金がないんだ。しょうがないね。今日はここに泊まりな。明日の朝8時にこの前にいな。案内してやるよ。案内？どこへ？金を稼げるところだよ。これから先無一文でどうする気？朝8時だよ。いいね。8時。あの、こりゃ階段。あの、すいません。何かよ。何かって、ここホテルですよね。らしいな。あの、部屋を。空き家ねえよ。そうですか。実はジョイに言われて。ジョイだと？はい、ジョイに紹介されて。たく、しょうがねえな。うん、上だ。ここだ。
ジョイ。ほら、さっさと降りてきな。ああ。何のチラシだろう。コンビニのチラシだ。この近くなのかな。何のチラシだろう。質屋最賃東宝。でもなんで質屋のチラシがこんなところに。出かけるのかい。ええ。じゃあ宿代払っていきな。一泊38ドルだぜ。あ、今はちょっと持ち合わせが。なんだよ、金がねえのか。ええ、まあ。じゃあつけといてやるよ。悪い。ブラブラしてる暇があるなら少しは金稼いだらどうだ。バイトだってギャンブルだって、なんなら質屋だってあるんだぜ、この香港には。よ。はい、わかりました。金をなんとかしないとな。なんだ。え？なんでもないよ。さっさと働けってことさ。ソーラがハマンだ。おお、行くよ。ああ、おはようございます。親方いる？ええ、奥の方です。さあ、どうぞどうぞ。さあ、働き働き。一個運んで10ドルだ。乱暴に運ぶなよ。相変わらず口うるさいね、親方。お、ジョイか。おめえも相変わらず口が悪いな。そいつは。あたいのダチさ。おお。ねえ、こいつにアルバイトさせてやって。こいつ。つまんないことにムッとすんじゃないの。頼むよ、そう親方。まあいいけどよ。無国旗の強そうなあんちゃんだな。ここじゃそのぐらいの方がいいでしょ。まあそりゃそうだな。よし、あそこにいるヒゲのやつに聞きな。わかりました。サンキュー。ウェルカム、ジョイ。じゃあね。
特林ってんだ。よろしくな。葉月です。こちらこそ。いや、始めるとすっか。俺の指示に従って動いてくれ。はい。よし、あそこに運ぶぞ。重いからな、落とすんじゃないぞ。よっと、左だ左だ。よし、俺が指示するとき以外は前に押し続けてくれ。はい。よしよいしょ。右だよいしょ。右だよしよよしよ。左だよしよ。左だよいしょ。右だよしよよいしょ。よしよ。